こんにちは今日は、えー、こちら「1917、えー、命をかけた伝令」についてレビューしていきたいと思います。でこちらですね、えーまあ、戦争映画ということで、えー、正直あんまりちょっと見たくないなと思っていたんですけれども、えーまあ、監督があのサム・メンデス監督という。 こともありましてちょっととワンカットシーン撮影という全編ワンカットということで、えー、見に行ってまいりましたで、えーまあ、命を懸けた伝令ということなのでまあ嵐としてはもう、えー、数キロ先にいる前線部隊に、えー、もうちょっとの敵の罠があるからちょっとやめてくれって言いに行くっていう行ってこいの映画なんですけれどもいやすごかったですね あのワンカットの,あの撮影いやほんとめちゃくちゃ大変だろうなっていうもう本当に、えー、パンフレットのインタビューでもサム・ネンデス監督もいつもの、えー、50倍ぐらいリハーサルやったっていうぐらい、えー、何回も何回もリハーサル重ねたということなんですがいやそれにしても本当に。 いやすごいなってただただ感、えー、服してしまうんですが、えーまあ、何が良かったかっていうと、えー、まず最初の方からですね、えーまあ、進んでいく時には、まあ、そのドイツ軍がもう引いてるとでいないから、まあ、あの行ってそこはまあ安全だから行けるぞみたいな感じのことを聞いていくんですけれども、まあ、まずそれが ど本当かかかどうわかわからないわけですね戦争ですから、えー、しかも時代がもう今から140年前1917年ですから、えー、今ほどそんな情報網も、えー、発達してないでしょうしどこまでそれすらもどこまでが本当かもわかりませんのでその中を行く。でこの なんかその,で他の方のレビューを読んだら結構最初の30分ぐらいちょっと退屈だったなっておっしゃに、ね、書いてる方いらっしゃたんですがその方は多分この戦争の映画をすごい見慣れてる方なんじゃないかなと思います私はちょっともうあんまりもうプライベートライアン以降ちょっともうトラウマと言いますかかなり苦手なのでもう何も起こらないことがこんなにも怖いことかと。いや ちょっと別に何かただ歩いてるだけっちゃ歩いてるだけというか進んでるだけなんですけどそれがもう怖い。でちゃんと音楽も何か起こりそうだなっていう音楽がずっとこう低音でこう流れているっていう中進んでいってでももちろんその戦場を舞台にしてますので。 えー、誰かがもちろん亡くなったりとか怪我をしてたりとかっていう痛々しい,い,たいたあるんでシーンはあるんですけれども別、えー、それはそのリアリティを出すためのあくまでそういうシーンであってそれが見せたいっていう感じでは全くないですあと、えー、まあワンシーンで撮っていくので当然夜のシーンもあるんですがこれがまた でも美しかったんんですねなんかあんまりこうね人が亡くなるようなまあ実際にそのサム・メンデス監督が、えー、おじいさんから聞いたっていう話を元に作ってますのであんまりなんかそう綺麗とかっていうまああんまりふさわしくないんですけれどもとにかくこの照明弾ドイツ軍が上げる照明弾の中をこう走っていくんですけれどもその照明弾の上がって てこう廃墟がこう照らされてるシーンがほんと綺麗でしたねちょっと私はちょっとその、えー、まあ、この撮影はロジャー・ディーキンスさんじゃないんですがあの同じ007の,ス,あのスカイフォールの、えー、マカオのシーンとか思い出しちゃったぐらいなんか、うん なんかこう綺麗だな、なんか怪しいまあ人くね、えー、敵を殺すための光なんですけれどもそれが見事でしたね。はいまあ、あれが見れただけでも本当に、えー、見てよかったなって思える映画でしたしあと自然の,あの,、ね、あの森を進んでったりするシーンがあるんですがその。 森の綺麗さとかもまたこうねその戦争っていうものの対比があってより綺麗に見えるというかある種そういえば緑とか花とかあるとなんかちょっとほっとしてしまう、えー、自分もいたりしてなんかうまくできてるなっていうふうに思いました。はい、あとは、えー、キャストの部分でいうとこの、えー、主人公のジョージ・マッケイっていう方 えー、イギリス人俳優な,なんですけどまあ見事なイギリス人顔というかまあ普通まあ普通っぽくねあの役作りしてるっていうのもあると思うんですがまあ普通の特別すごいハンサムっていう感じでもない本当にあイギリス人っぽい顔って思うイギリス人の顔で、えー、決して。 ベネディクト・カンバーバッチみたいな顔ではないですよあの人もイギリス人っぽいなっていう顔ですけどなんかそのそのキャストも良かったですしあのすごいこの普通の顔の人がすごい生命力溢れててなんかそれもなんか見てて興味深かったですしあとその今ベネディクト・カンバーバッチいましたけどそのほかにも、えー、マーク・ストロング コリン・ファースアンドリュー・スコットっていうこのまあ名優,優売れてる俳優さんたち出ていましたし出ているのでこのいんですけどいいですねやっぱりこうシャシャり出てくる演技とかももちろん絶対しないんですけどなんかどしっと感っていうか安心感があるというかもう特にマーク・ストロングの 良かったです、ね、いや出てきた時なんか見れて嬉しいなって思っちゃったのとあ安心感すごいありましたし、えー、アンドリュー・スコットは結構序盤に出てくる、えー、割とそのうん緩い感じの情感、まあ、役なんですがいいですねこなれた感じが出てて、えー、まあなんかいい配役だなと。 えー、若,若手が中心なんだけれどもちゃんとこう要所要所に置いてて大御所たちをそれがすごく良、えー、かったですねあとあのドイツ軍の人たちのやっぱりマメだなっていうえいちいちちょこ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 マメに、えー、徹底してるっていうのもまあ別にそれがメインの映画ではないので。 あのなんですかね何かマメな人たちなんだなって、えー、思いましたはいでまあ見事このやっぱり映像美がすごいので、えー、アカデミー賞でも撮影賞音響、えー、録画賞視覚効果賞と取ってるということでこれは本当に映画館でご覧になった方がいい映画ですもうぜひハラハラドキドキを。 えー、感じつつその、えー、このなん,て言うんですかね戦争とはっていうことに何か思いを馳せることができて私は本当に良、えー、かったなといい経験したなと思いました皆さんもぜひご覧になってください終わりです。